少し時間が空いたけど、どうしようかな。ん？あそこにいるのはリズか？キリト、ちょうどよかった。あんたを探してたのよ。何か用か、リズ？実は家事の練習用素材を集めたくてさ、キリトが良ければ今から手伝ってもらえたらなって。まあ、ちょうど予定もなかったし平気だよ。それに機会を見てこの世界のことをいろいろと紹介したいとも思ってたんだ。本当？悪いわね、ありがとう。それにしてもリズはこの世界でもやっぱり鍛冶屋をやるんだな。当たり前でしょ、それが私だもの。この世界の鍛冶を学ぶためにまた一から覚えていかないとだけど。リズといえば鍛冶だもんな。これまでもずっとやってきたんだし、すぐに上達するだろう。うん、頑張るわ。とはいえまずは素材集めね。キリト、いい場所知ってたりしない？そうだな、少し歩くけどいいか？全然。キリトの方こそ大丈夫？いきなり付き合わせちゃって悪いわね。いや構わないさ、むしろもっと頼ってほしいよ。やっぱりリズやみんなが来てくれて嬉しいからな。そりゃあ嬉しいでしょうね。愛しの彼女さんに2年ぶりに会えたわけだし。みんなって言っただろ。アスナだけじゃないって。冗談よ、私もキリトにまた会えて嬉しかったわ。ほんとあんたはいつも無茶ばっかりしてさ、今回だって本当に心配したんだから。リーズ、ごめんな、本当にありがとう。なんかちょっと感情的になっちゃったわね。じゃあ気を取り直して行きましょうか。あ、そうだな。片付いたな。あんたやっぱりこの世界でもめちゃくちゃ強いのね。感心するやら呆れるやら、でもおかげで素材も集まったし、これで家事の練習ができそうね。ありがとう。力になれたみたいでよかったよ。それにしてもあんたとその夜空の剣はびっくりするぐらい相性抜群ね。そうか？ええ、感覚の話になっちゃうんだけど、その剣とあんたを見ているとそう感じるの。家事の経験が豊富なリズが言うんだから、きっとそうなんだろうな。どうかな、この世界での人と武器の関係についてまだまだ理解しきれてない部分が多いから。武器を大切に扱い信じることが強さにつながる、そういう根本的な部分は変わらないと思うよ。ただこの世界ではその武器を信じるってことがより強さにおいて重要視されるんだ。信じること？俺もこの夜空の剣と信頼関係を築いてきたからこそ、こいつは俺の思いに応えてくれるようになったんだ。なるほど、武器との信頼関係ね。家事をする上でも重要そうね。そうかもしれない。その武器を強く信じればきっと新たな力を引き出せるはずだからな。でもリズはこれまでも愛情を持って武器と接してきたの。だからこの世界でも絶対にうまくいくよ。そうね、ありがとうキリト、ちょっと自信が出てきたわ。武器と使い手の関係性をもっと見ていけば、この世界でも鍛冶屋としてみんなをサポートできるようになるかも。でもそれだけじゃダメなのよね。ダメってどうしてだ？私、鍛冶屋であると同時に
一人の戦士としてもキリトを支えるって決めたの。だから自分の武器との信頼関係も築いていかないと。リーズ、気持ちは嬉しいよ。でも無理だけはしないでくれよな。分かってるわよ。私がピンチになったらまたキリトに迷惑かけちゃうからね。まあキリトに助けてもらうっていうのも悪くないけど。ん？何か言ったか？なんでもないわよ。それでキリトは夜空の剣とどうやって信頼関係を築いてきたの？それは戦いの中でだ。譲れない思いを貫くために何度も戦って、その中で俺と夜空の剣は互いのことを知って理解して信じ合うようになった。少なくとも俺はそう思ってる。そっか、すごく素敵な関係だね。キリトと夜空の剣のこともっと知りたいな。それに私も自分の武器と信頼を築きたいし。キリト、今から一戦どうかな？ああ、いいぜ。分かったわ。キリトと夜空の剣がいかに強い絆で結ばれているかが。リズもこの世界に来たばかりとは思えない動きだったよ。さすが、いろんな仮想世界を経験してるだけあるな。まだまだよ。戦士としても鍛冶屋としても、これからもっと頑張ってキリトを助けられるようにするわ。あんたの剣を長年面倒見てきた鍛冶屋として、夜空の剣に負けない剣を打ちたいっていう思いもあるし、
それを可能にするかもしれない。とっておきのアカウントをわざわざ選んだんだからね。確かにリズに出会ってから俺の剣のほとんどをメンテナンスしてもらっているからな。 SAO でリズベット武具店をあんたが訪れたのが出会いの始まりよね。そうそう、オーダーメイドの剣を作ってもらうためにリズの店を訪ねたんだったよな。火事の素材を集めるために一緒に雪山に登って、竜の巣に落ちて、でもおかげで素材を手に入れられたのよね。私にとって大切な思い出よ。ああ、俺もだよ。その時からリズにはずっと世話になっているよな。 ALO だろうが GGO だろうが、どんな世界でも鍛冶屋という立場を貫いてきたんだもの。アンダーワールドでも同じようにみんなのサポートをするのは当然でしょ。ああ、俺も鍛冶屋としてリズがいるのなら心強いことこの上ないよ。素材も集まったし帰るか。ええ、助かったわ。あんたはどこ行っても頼りになるわね。アンダーワールドに関して言えば過ごした期間がリズよりも長いからな。まあそうよね。アスナもユイちゃんもいない世界での2年間だもんね。なんだよ、妙に引っかかる言い方だな。なんでもないわよ。ただ女の子をはべらせるのもほどほどにしときなさいよ。はべらせ？そんなこと断じてしてないからな。なんてね。この世界でもよろしくね、キリト。